南葛が全国大会行きを決めた翌日、日本各地でも続々と代表校が決まっていった。チームのほとんどの選手が小学生以来同じチームでプレーしていることから生まれる抜群のチームワークと連携を持ち味とし、キャプテンの松山を中心に素早い攻撃と粘りの守備を展開する全員サッカーのチーム、北海道代表富良野中。誰にも真似のできない特殊なコンビプレイ、ゴールポストをも利用した空中アクロバットサッカーを得意とし、チームの得点の 90% を叩き出す双子の中心選手立花兄弟を擁する秋田県代表花輪中。全国屈指のゴールキーパー中西を擁し、3年連続全国大会出場を目指した何輪中を激闘の末に破った大阪の新鋭東一中。そして東京では、さあ東京都大会決勝もいよいよ後半戦終盤に差し掛かろうかというところ、前半に中学ナンバーワンストライカーの呼び声高い全国大会2年連続得点王の東邦学園日向君がハットトリックを達成。対する武蔵中、小学生全国大会で活躍しながらも過去2年間持病の心臓病治療のためにサッカーを封印してきた天才プレーヤー三杉淳君が途中出場しフィールドに復帰。1試合に30分という制限時間はあるものの、ブランクを感じさせない見事な活躍。今大会無失点だった中学生ナンバーワンゴールキーパーの若島津君から一人で2点を奪いました。そしてここでついに両チームのエースが激突だ。勝つのは俺だ。俺はもう翼に負けたくないんだ。負けるか。僕は2年間厳しいリハビリに耐えてこの3年目にかけてきたんだ。全国大会にも行けず、翼くんにも会えず、こんなところで消えてたまるか。抜け。止め。何。おっと、どうした三杉くん、急に倒れ込んだ。そして日向君の足元からボールがこぼれた。三杉君、そのこぼれ球を倒れ込みながらパス。行くぞみんな。これは三杉さんが作ったチャンス。命がけで作ったチャンスだ。必ず得点に結びつけるんだ。三杉君の執念が乗り移ったかのような武蔵中フォワードの素早いパス回し。ここだ、任せだぞ本間。一ノ瀬君からのラストパス、これは決定的な形。本間君と若島津君1対1だ。若島津君懸命に飛び出す。もらった。お前らに3点目はやらん。これは止めました。若島津君、武蔵の執念の攻撃を若島津君のゴールを守る執念が上回った。そんな、三杉さん、みんな得点は。すみません。そうか。三杉君、ここでついに交代です。そして ここで試合終了。武蔵中、まさに命がけの三杉君のプレーも東邦学園についに及ばず、東邦学園3年連続全国大会出場を決定。2年連続
決勝で敗れた南葛中に今年こそ借りを返しに行きます。小次郎、ずいぶん優しくなったもんだな。あのどなたですか？ここは選手か関係者以外は。キラ監督。え？キャプテンや俺、タケシも小学生の時の監督だ。小次郎、さっきお前は倒れた見過ぎに恩情をかけたな。だが昔のお前はそんな男ではなかった。一度グラウンドに出たら勝つために優しさを捨て厳しさだけを持って試合に臨んでいた。あの時見過ぎの心臓を蹴破ってでもゴールを目指したはずだ。父親を事故で亡くし、家計を助けるために働きながら厳しい練習をしていたお前、そんな逆境にありながら必死にサッカーに頑張るお前をチームのみんなは慕いついていっていた。だが東邦学園に入りサッカーだけに打ち込めるようになると、あの頃のハングリー精神を失い、小学生の時のような、もう今のお前は牙の抜け落ちた檻の中の虎よ。そのままではたけしや若島津、他のチームメイトもお前についていかなくなり、ついには成長を続ける大空翼にも手が届かなくなるぞ。わしは今沖縄でサッカースクールを開いている。これ以上大空翼に負けたくないのなら、いつでも訪ねてこい。牙の抜けた虎、消えた闘志。キャプテン日向さん、しまう。翼、ロングシュートはドライブをかけて打て。このシュートができなければ一流にはなれないぞ。新しいロングシュート、ドライブシュートでも、ロベルト、これは難しいよ。どうやってボールにドライブ回転をかけるのか全然わからないんだ。このロベルトが残していってくれたノートだけじゃなくて、ロベルトがそばで見本を見せて教えてくれればできるかもしれないけど、でも自分なりに練習するしかないね。ロベルト、来年俺はブラジルに行くよ。日本で全国制覇 V3 を成し遂げて、ブラジルに一人殴り込むんだ。もう一丁監督、キャプテンが。ヒューガさんが寮のどこにもいません。どこにもいない？この大会直前にどういうことだ？多分キャプテンはキラ監督のいる沖縄に。沖縄だと？キラ構造、沖縄少年サッカースクール。ほら、どうした？その程度の練習で音を上げていては上手くなれんぞ。はい。キラー監督。来たか、小次郎。はい。
さあ、いよいよ始まります全国中学生サッカー大会。昨日、沖縄では台風の被害もあった模様ですが、こちらは本日の開会式にふさわしい晴天。8月の灼熱の太陽がグラウンドに照りつけています。各都道府県大会を勝ち抜いた精鋭47チームが深紅の大優勝旗を目指して、これより熱戦を繰り広げるのです。秋田県代表花輪中、橘、正雄、和夫、あの、そうともよ。大阪府代表東一中、相田誠長崎県代表平戸中、慈瞳浩。心配せんでも、あれはわしらの問題。北海道代表富良野中、松山光。今年こそあの優勝旗を北海道に持ち帰るぞ。なあみんな。誰にも渡さない。あの優勝旗は大会最終日、もう一度俺が手にするんだ。おい、東方を見てみろよ。ヒューガがいないぜ。ヒューガさん。それにしてもついてないぜ、このトーナメントの組み合わせは。よ、順当に行けば決勝の東方戦まで全て強敵揃いじゃねえか。でも一度負けたらそこで終わりのトーナメント戦。そう、どっちにしろ戦う相手全てを倒さない限り優勝はないんだ。そう考えればどこに当たろうと同じことよ。まあそりゃそうだけど、しかしみんな燃えてるじゃんか。当たり前よ。俺たち3年生はこれが最後の大会、一度だって負けてたまるかってんだ。そうだみんな、その息だ。東一中は守りのチームだ。大阪府大会も失点ゼロで勝ち抜いている。その守りの主力は相田誠、関西ではエースキラーの相田と呼ばれているらしい。必ず相手チームのエースのマークにつき、ボールだろうと足だろうととにかく止めに来る。この試合相田は翼のマークに来るに違いない。気をつけるんだぞ。はい、よし、まずこの初戦を取るぞ。また優勝やったるぜ。ああ V3 だ。いいか、なんといっても南葛は大空翼だ。あいつさえ抑えればあとはどうにかなるさ。ってことはつまり、大空翼を抑えられる俺がいるこっちが勝つってことだ。この大観衆の前で南葛を倒してやろうぜ。ああ、さあ開会式も終わり、早くも1回戦。前回優勝の静岡南葛中と大会初出場の大阪東一中の対戦が間もなく開始されます。開会式を終えた各出場チームのほとんどがここに残り、この試合を観戦する模様です。大会3連覇がかかる南葛はそれだけ注目度が高いということでしょう。てめえら浮かれてるんじゃねえよ。何？
前回前々回チャンピオンだからってうだうだしてるんじゃねえ。さっさと試合の準備しろってんだ。お前が大空翼か。実際に見てみっと大してでかくねえな。あんたのマークは俺がするからよろしくな。翼、あいつが大阪の決勝戦であの中西から決勝ゴールを奪った相談誠だぞ。よし行くぞ、 V3 に向けて。バカ野郎、お前らに V3 はねえ。南葛も大空翼も俺が止めてやるぜ。けっ、おああパスを待つ。伊沢君腐れ。この試合お前に活躍はさせん。キルト神取りタックルだ。今のタックルで激しいタックル、敵陣へ攻め込みます。センターラインを越えて攻め込む。ここで前半終了。今大会 V3 を目指す南葛と初出場の東一中の一戦は同点で折り返しです。そうだってやつやるな。ああ、翼のスピードに完璧についていってやがる。それに翼のドリブルを止めるだけの力もある。後半は俺たちももっと気合を入れてかからねえとな。大丈夫だ、後半絶対勝ち越すぜ。そうともよ。みんな焦るな。焦って固くなっては相手の思うツボだ。いつものプレイをすれば勝てるぞ。はい。こんなところで負けてたまるかよ。翼、マークがきついと思うが頼むぞ。はい。みんなの士気が上がっている今、怪我のことを知られてはまずい。
学ぶ、ちょっと。え？あら、大川くん。マネージャー、ちょっと早く来て。え？翼くん、走ろう。うん、小学生時代の古傷をまたやっちまった。足の怪我がひどくならないようにテーピングを頼むよ。とにかく早く。はい。学ぶ、みんなにはこのことを。うん、分かってるよ。はい、終わったわ。ありがとう。大丈夫？ああ、大丈夫。必ず勝つよ。よし、前半はうまくいった。守りのチームの俺たちにこの展開は絶対的に有利だ。それにいい知らせがある。やつは、大空翼は足を怪我してる。何？翼が怪我となれば、あと軟活で怖いのは木杉、滝、伊沢だ。ゴール前では必ずマークにつけ。あ！よっしゃ、この調子で後半も行くぞ。軟活を倒すのは俺たちだ。ロングパスを受けます。ハリドで突破。そこだ、ソーダ君。敵陣を切り裂く。横にかわして突破。アラインを越えて攻め込む。翼君、ソーダ友達を倒しません。最後からスープに持っていく。ごめんロベルト、俺にはまだこのシュートマスターできないよ。それにこのドライブシュートは思ったより軸足に負担がかかる。この試合もう今のシュートは打てない。くっそ、驚かせやがって。俺もドライブシュートは考えたが、上から下への回転はかけるのが難しすぎるんだ。だから俺は諦めて鋭い横回転のカミソリシュートに切り替えたんだ。翼、いくらお前でも俺たちの年代じゃまだドライブシュートは無理なんだよ。しかし翼の怪我は間違いないし、今のシュートでまた少し痛めたはずだ。こうなってはもう俺のマークからは逃れられんぞ。ゴールキックから再開です。タキ頭でつなぐ。タキ君、ここはどうだ。横をすり抜けた。スライディングで止めた。ドリブルでボールを運ぶ。守備陣の隙間を狙う。ここからシュートを打っていく。このボールに飛びつく。これは会心のセーリング。ここで試合終了の笛。前回覇者南葛中学、まずは1勝、2回戦進出を決定しました。よし、勝ったぞ。やったぜ。翼、あのシュート
ドライブシュートだな。うん、まだ完成してないんだけどね。あれは難しいな。俺も試してみたが、できなかった。ドライブシュート、絶対に完成しろよ。お前ならきっとできるよ。そういえば、足は大丈夫か？うん、大丈夫。ちょっと癖になってるところで、大したことはないよ。そうか。俺たちを破ったんだ。必ず優勝しろよな。うん。それじゃあな、また会おうぜ、翼。しっくしゃー、負けちまったぜ。みんな、メソメソすんな。胸張って帰ろうぜ。そうだ、マコト。本当はいいやつかもしれないな。もうすぐ試合だ。十分に体をほぐしておけ。帰りました。ヒューガ、東方学園のキャプテンでありながら、この大事な時に勝手な行動を取ったこと、わしは絶対に許さん。何？この大会、お前は使わん。監督。大会2日目。今日は残りの1回戦か。俺たちはここから激戦が続くんだ。しっかり調整しないとな。メール？なんだよ、誰からなんだ？元気でやってるか、翼。俺はプロの選手になるために練習する毎日だ。日本ではもう全国大会が始まってる頃か。お前のことだ。もちろん勝ち残ってるよな。でも試合に勝ったってお前の話は聞き飽きた。負けた時だけメールをくれ。その相手がどんなやつか知りたいからな。ところでドイツで久しぶりなやつに会ったんだ。誰だと思う？それは三崎太郎さ。画家の父親と一緒に今はパリにいるそうで、ドイツにいる俺を訪ねてきてくれたんだ。なんかフランスのサッカー雑誌に俺のことが載っていたらしくてな。ちょっと恥ずかしいぜ。それで久しぶりに三崎とサッカーをしたんだが、相変わらずいいボールさばきをしてたぜ。美咲もきっと将来はプロになるって確信したよ。翼、頑張って全国大会 V3 を成し遂げろ。そしてまた一緒にサッカーをしよう。その日を楽しみにしている。じゃあ今日はこの辺で。若林源三。美咲くん、フランスにいたのか。なるほどな。道理で日本の大会に出てこないわけだ。よかった、美咲くんが元気でサッカーを続けていてくれて。へえ、若林さんも頑張ってるんだな。よし、俺たちも頑張って美咲や若林さんにいい報告してやろうぜ。あ、そうだな。よし、じゃあみんな今日も張り切って練習だ。ああ。
1回戦を勝った南葛中の2回戦の相手は神奈川県代表錦ヶ丘中。この試合1回戦で怪我をした翼を休ませようと南葛の選手たちが奮起。その結果試合は6対0で南葛中が勝利。危なげなく次戦へと進んだ。そして3回戦の相手は秋田県代表花輪中。翼とは小学校の時に対戦したことのある立花正雄和夫の兄弟は打倒南葛に秘策を持って挑む。花輪中の立花兄弟はアクロバティックなサッカーを得意としている。しかし彼らのプレーに惑わされては相手の思うツボだ。自分たちのペースを守って昨日の錦ヶ丘戦の時のいいリズムを忘れず思い切っていけ。はい、今日は行くぜ兄ちゃん。ああもちろんさ。小学生の全国大会、俺たち兄弟の攻撃を止めた翼と美咲の南葛ゴールデンコンビ。でも今は南葛に美咲はいない。すなわち俺たち二人が今最強のコンビということだ。俺たちの空中サッカーで目に物見せてやるぜ。さあ南葛対花輪の一戦は試合前から両校の応援が盛り上がっています。この一戦にかける花輪中は昨日の試合の倍以上の応援団を地元の秋田県から繰り出してきました。それだけ優勝候補南葛の打倒に燃えているのです。久しぶりだな翼。うん、小学生の時以来だね。今日は俺たちの実力の全てを出させてもらうからな。悪いが南葛の連勝記録もここまでだぜ。けっ、そうはいくかい。お前らの空中サッカーは俺たちには通用しないぜ。相変わらず元気なやつだな。あの時みたいに今日もオウンゴール頼むぜ。さあ何よ。
行くぜ翼。キスミ君、ミサキのいない今お前一人じゃ俺たち二人は止められないぜ。確かにミサキ君はいない。でも今の場合にはチームのみんなが、大勢の仲間がいるんだ。セッサ君、ボールは友達、渡しません。必殺のシュートでゴールを狙う。よく飛んだ、横に飛んだ、ゴールを守った。このパスをトラップ、南葛慌てて守備に戻る。止められない。あと行くぞ、トライアングルシュートだ。あと立花和夫君、ゴールポストに向かってジャンプ。これは立花兄弟得意のゴールポストを蹴り上がってゴールの遥か高みから攻撃を仕掛けるトライアングルシュートだ。そうはいくか。揺れてジャンプできない。ボールは森崎くんががっちりとキャッチ。どうだ見たか、俺様の空中サッカー破り。いいぞ石崎。ない頭でよく考えたな。まさにサルジエだ。なんたって俺は昔のオウンゴールの借りがあるからよ。くそ、やるしかないな、カズオ。兄ちゃん。キックで大きく蹴り出した。ワンタッチで送る。それよ。翼くん、ボールラストだ。私も。渡しますん。そうだ。あと、ドリブルを見送る。塩田くん、素早くここにかわす。かわして振り切った。カズオ、ここだ。おう。行け、俺たちの真空中技、スカイラブハリケーンだ。これは決まった。これぞまさにアクロバットサッカーの真髄。立花兄弟の想像を絶するすごい真空中技だ。見たか南葛、これがスカイラブハリケーンだ。よし、試合はこれからだ。カズオ君、ボールを奪うことができません。相本君、ここは抜かせません。かわした。相本君、スペインのパスを出した。横をすり抜けた。それ鮮やかなジャンプ。岩見君、パントキックで大きく蹴り出した。ワンタッチで送る。川井君、素早く振り倒す。スライディングで止めた。内藤君、素早く横に倒す。敵陣を切り裂く。川井君、シュートを放った。それパスを出します。攻守交代だ。ここで前半終了の笛だ。南葛中対花輪中の一戦は、立花兄弟の凄まじいプレーはあったものの、南葛がリードして折り返します。スカイラブハリケーンか、こりゃ厄介になってきたぜ。でもあのシュート、足には相当の衝撃があるだろう。だからそう何回もできないはずだ。おお、なるほど。とにかく俺たちは俺たち、相手に惑わされず自分たちのサッカーをすることだ。よし、行くぞ後半戦。
カゾウ、足は大丈夫か？ああ、まだ大丈夫だ。何せこのシュートは足への負担がかなり来るからな。ああ、そう何度もこのシュートはできん。だけど、あと30分、なんとか持たせてみせる。なあ、兄ちゃん。もちろんだ。血の滲むような特訓で編み出したこのスカイラブハリケーンでこの試合必ず勝つぜ。大丸、後半の初っ端頼むぜ。オーケー。さあ、注目の後半戦。行くぜ。行くぞ、カズオ。おう。くそ、俺は翼、一人でも高く飛ぶんだ。おう、このままじゃ頭を。両チームが給水タイムを取っている間に応急処置を受けた翼くんがフィールドに復帰します。どうやら肩を脱臼していた模様ですが、本当に大丈夫なのでしょうか。翼、大丈夫か。大丈夫。もうあの防ぎ方はできないけど、プレイはできるよ。さあ、残り時間、気合を入れていこう。翼、俺たちは手を抜かんぞ。ああ、それが勝負の掟だ。ここは好きにさせません。さあ、ひなた君、ここから打つか。翼くん、これは南米式のドリブルだ。それは友達、渡しません。これは南米式のドリブルだ。翼くん、ゴールラインシュート。くそ、またダメだ。決まったと思ったのに。ゴールキックです。ワンタッチで送る。はっ、そうだ。パスを回す。ここでついに試合終了の笛です。南葛中ベスト8進出一番乗り、立花兄弟の空中サッカーをもってしても大空を飛ぶ翼くんには届きませんでした。先生、翼の状態は。一応テーピングで肩を固めてある。だがどこかにぶつければまたすぐ関節が外れる心配がある。でもまあ、なるべく接触プレーを避ければ試合には出られる。そうですか。先生、ありがとうございます。なーに、サッカーに怪我はつきもんじゃ。それにチームの柱がいないんじゃ、史上初の V3 は無理じゃろ。
肩は大丈夫か、翼。立花君。なんて言っていいのか。すまんな、俺のせいで。いや、これは不可抗力だから仕方ないよ。それより、わざわざありがとう。サル、今日はナイスファイトだったぜ。サルだけ余計だ。俺たちの分も頑張ってくれよな。うん、任せとけって。必ず優勝してやるよ。あれ、あそこにいるのヒューガと松山じゃないか。本当だ。ヒューガ、なんで試合に出ないんだ。まさか怪我でもしてるのか。怪我なんかしてねえよ。じゃあなんで。お前には関係のないことだ。関係なくはない。小学校の全国大会、宿舎の食堂でお前と喧嘩した時に俺は誓ったんだ。この借りは試合で返すってな。それがまだ果たせてない。昔のこと。とにかく俺たちは翼を倒し、決勝でお前を倒すつもりでいるんだ。何があったか知らんが、決勝には必ず出てこいよ。なんだよヒューガ、今日も試合に出てないのか。石崎、いくら東邦学園のゾーンに強敵がいないからって舐めてかかると思わぬ落とし穴があるぞ。ちゃんと決勝まで勝ち残れるんだろうな。心配するな、決勝ではちゃんと相手をしてやるよ。じゃあヒューガ君、怪我じゃないんだね。ああ。じゃあ3年連続で南葛と東邦で決勝戦をやろう。お前こそ決勝までには体調をベストにしてこい。じゃねえと潰しがいがねえからよ。じゃあな。ヒューガさん。どうした、タケシ。さっき武蔵中の水木さんが来て、ヒューガさんに伝言を頼まれたんです。それで。そうか、なんて言ってた。翼くんを倒せるのは君しかいない。決勝戦を楽しみにしている、だそうです。チッ、どいつもこいつもこんな俺にいらぬ心配などしやがった。あのヒューガさん、見てろ、必ず出てやる。そして必ず優勝してやる。